Oh, you
どこだ、赤赤赤
とアントリーお願いします。100円でございます。料金据え置きの100円でございます。よろしくお願いします。Oh!
Three.
Round 3, fight!
Oh!
あ、ツイートとかするの？あ、こんばんは、セロテープです。こんばんは、川島です。さあ、あ、今日なんか多分あのお店の方で流れてないだけで配信は入ってると思います。聞こえてるかな。はい、今日2月22日でなんか猫の日らしいんですけど、デートなし期では第112回四季の細道をやらせていただきます。イエーイ。この中で明日スター杯行っちゃう人は俺だけ？あ、そうか、スター杯行く人がいるんだね。そう、行ってきます。応援してね。お土産？はい、デートなし期代表は草さんなんですよ。はい、あ、草くんね。はい、ま、草が恥ずかしい試合をしないように。はい、さあどうですか山本選手。じゃあ山本さんと畝さんですね、第1試合始めてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初参加ですね。ありがとうございます。さあ、ワンピー側がほぼ山本さんのチュンリー、ツーピー側がウネのウネさんの S バイソン。チュンリー対 S バイソン、やっぱためようねですね。さあ、チュンリー VS S バイソン。投げに行ったとこ掴まれて、クライハンってちっちゃいんですよね。昇竜とかも使ったりする感じで。当たってよ。はあ、なんか逆方向だったんで、自分ちょっと職場の
子の飲み会みたいな。レーローさんですね。初めてですかね。そうですね。バーサスには毎日毎回来てくださってる。ただレーローさんは基本がしっかりしてるので、いやただあー中央線、ただうねーも結構 S バイソン上手くなってますよ。はい、やってますよね。ただ今ハットが早かったが、うわっす打ってくる。多分打ちたがりますね。溜めてますね。溜めてますね。はい、溜めてますね。投げ返しがいい。結構やつ投げ返しうまいんで。おー、真空体育。あー、ちょっとでもヒット数がうまい。そうっすね、中足うまい。お願いします。山本さん、お願いします。はい、こんばんは。こんばんは。お願いします。びっくりしました。マイクでかいです。青いケーブルのマイクでかいです。はい、ありがとうございます。カーシムさん、カーシムさん、次がカーシムさんですね。お、あれですね、見にくいっすね。ちょっと、そうっすね。はい、はい、カーシムさん、DJ ですよね。さあ、波動とアイスを打ち合って、これ難しいですね。そうっすね、見てても、そうっすね、DJ の前飛びが結構いい角度ですよね。そうですね、はい。リュウもなかなかやりづらいし、DJ も意外とやりづらい。あ、うまい。おっと、後ろから拾っていく、そばっとカーニバル。あーと、これは、あ、打ったが、つながっている。結構、この飛びのタイミング重要になる組み合わせですね。そうですね。お互い飛び大事ですよね、そうですね、大事ですね。リュウ側は、しゃがんでることを、ちゃんと確認しないとジャックされちゃうんで、こういう感じですね。なるほど。結構しゃがみ台パンとかが立ってる風に見えたりするんで、勘違いして飛んじゃったりするんですよ。なるほど、下試しあるけどみたいな。そうですね。さあ、あ、これは結構きついか。だから見てる、割りたいところ、しかし大昇竜。あーっと、後ろから間だった。開幕波動、あれがダイヤシカラキャン波動とかだったら刺さったかもしれないです。これはでもリュウさんもいいですね。あ、いい飛び。これはうまいですね。いいクルージング。勝利が出る。これいい勝負ですね。勝利しっかりしてますね。で、いい歩き。これは勝利入る。今のは多分勝利入りましたね。うん、でもまだある。いい勝負。あ、ジャックで拾われる。このめくりが、おっと、しゃがんでかわした。あーっと、深かったですね。いや、すごいいい勝負です。そうですね、今わざとしゃがんで透かしましたね。いやー、あれ、さあ、続いて同じく竜でエクスパーさん。エクスパー竜、さあ、流線、流線、流線が続いて、あ、流線、エクスパーさんは DJ 線はどうなんですかね。あまり東西線って、あ、そうですね、東西線にDJ が少ないので、東西線ってわけじゃないですよね。そもそも DJ 使いが少ないですよね。そうですね、関東は少ないですね、特に。なかなか見かけないですよね。まだ、エクスパーさんは守るタイプなので、はい、カーシムさんがそれはどう崩せるかですよね。体育アッパーが厳しいですよね、やっぱり。そうですね、勝利はあんま出さないですよね。そうなんですよ。暴れが謎なんで、体育アッパー出しますね。おっと、真空で削っていく。やりますね。そう、アッパー着地真空結構厳しいですよ。そうですね、削り角になっちゃうんで、はい、DJ 戦はそうですね、攻略法があって、あるんで、どのキャラにもあると思いますよ。
すごいリバサリスです残念ですよねただそれを巻き返す波動のリバサリス巻き返す何かがあるのか。おっと、竜巻空達が、あの空達がやらしいっすね。そうっすね、ガッチスがいい。お、投げた、うまい。あれはうまいっすね。真空を飛ばれている。さあこのラウンドはカーシム DJ が圧倒したが、こう開幕が、ああ裏から入ってしまった。これはお電話。そうっすね。10割的な感じになっちゃいますよね。カーシム DJ 勝利。なんだあの黒人っていう。そうですね。そしてモツさんですね、ブランカですかね。モツさん。モツブランカ。モツさんはすごい上手いです。あの堅実、あの硬いんですよね。ネナさんとかと似てるかな。なんかすごいやらしい動きしますよね。やらしいですね。ブランカ使いってめちゃくちゃ上手くないですか。ブランカっぽいんですよ。そうですね、ブランカっぽい動きが。うん。ただしかしキャッ、はい、ブラック DJ って結構、おうわっ、おっと、すかして、あしかしジャックが溜まってる。組み合わせがそもそもきついですね。そうですよね、やっぱりね、多分通常はそのあの暴れが、はい、しゃがみ中盤、大盤、中盤しかつ勝てそうなのがないですもんね。そうっすね、じゃんけん成り立たないですもんね。そうっすね、これはきつい。画面はさあ、しかし鏡中盤がセコい。そうですね、飛べないですし、下からもどうするって話ですよ。さあ、噛んでいく、ここからまた噛んでいく、心の隙間やる、やる、ジャックを潰した。かっこいい、会場が味方になったぞ。そうですね、黒人ヒールになってますね。これよろしくないですよ。よろしくないですね。いや、強い。ティーガも全部強いですね。そうですね。ただまださっきの感じだとまだ逆転は全然ありますね。黙ってるんですね。痛すぎる。あの壁のあれはもういやらしい。いじめです。あれは動けない。さあ、川島 DJ さん勝って続いてセロさんの、セロデフさん、なんでしょうかね。多分バレログですね。やっぱり。やってしまったか。あ、違う、あ、ホンダ、ホンダだ。これはゲロキスイ。そして、そして次が自分が DJ、あ、ベガなんで。そうですね、これゲロキスが続きますね、これ逆かぶせってやつですね。そうですね、これゲロキスカード続きますね。これは仕方ない。どうして今日ホンダエントリーなの。セロ様が、うん、セロ様が危ない。こっからケツで飛んで、いや拾っていく。事故がないぞ、無事故無違反、安全運転。完全にこれきついっすね。キャラ選択の時点で間違っていたのか。いや、まさかの開幕ジャックあるか。あー、ない感じですね。DJ クルタイ君も強いんで、あるか、あるか。お、ここからからの画面端は強いんで、ホンダ。ただこのエアスランデが早い。お、うまい。おっと、すかしに空振りにドスコイが入った。おっと、あるか。あー、高かった。しかしどうするんだ、あるのか、あるのか。お、行く、まだ行くぞ、スローテープ本田上から、あるのか。さあ、お互い一発圏内だが、おー、鬼無双してしまった。ビッグジャンプコパンがせこい、強すぎる。見てからですね。はいはい、続いてハクさん、ハクさん最後のプレイヤーですね。こんばんは。こんばんは、どうもー、ウネガエルと申します。ウネガエルさん、こんばんは。猛威を振るっておりますね。そうですね、はい、カワシム DJ、 カワシム DJ、 お、これはターボベガ、ターボベガですね。ターボ、嫌な記憶が。さあ、ターボベガ、このターボベガは最高テールあるんですか。ちょっとあるんじゃないですか。ちょっとある。ちょっとですよ。さあ、ベガ DJ、まあね、きついカードですが、ベガが。これ、拾う。さあ、画面端。うまい。暴れたけど、これは、まあ、固め。さあ、弾で前に進めないが、
近づけない。踏んで踏んでからの裏から裏へ回って一方がちゃうおっダブルにダブルに刺さったが相打ち OK。 さあ相打ちで OK。 OK ベガまず一本取ったのはハクベガが、ハクベガ。さあ出かかり、さあかー裏からあっとピョラない。ナイス、なんとかしのいだが、でも前段もらってしまった。でも結構その相打ちありきみたいなとこあるんで、そうっすよね、体力取っておきたい。ベガガーとしてはそうですよね。きつい。さあ削る。これは前半でかなり奪われてしまったので、ちょっとしょうがないところはあるかもしれないです。そうですね。さあベガとしてはやっぱりこれ近づくしかないですよね。さあめくられるぞ。さあ飛びがガードできたが、さあこれきつい。今勝機を逃したが、上から行ったが、さあガード、さあどうする、ホバーがされるが、さあここからナイトメア使ってしまう。さあ勝負、投げた、投げが通る。勝ったのはハクベガ、ハクベガ勝利。え、さあ伝説来ましたね。ってなんすか。って何。さあ続いて現れましたのは伝説のチュンリー使いですね、ほぼ山本選手、チュンリーベガー。この千年カードを果たして山本さんやってるんでしょうか。やってないと今本人が。一つカード、一つ千年カード多すぎですよね。いっぱい、でも言うほどそんなないですよ。これも千年カードで、あと千年カードで、これだけですか。これだけじゃないですか、千年カード言われてんの。これだけですよ。エッサがエスバイソンとかは違う。百年カードはリュウガエルで。あ、なるほど。そう。で、エスバイソン、エッサがは二日カードでしょ。二日。短い、そう。二日で飽きるんですよ、あれ。でもまた、時間が空いて、また二日間やって、でまた飽きる。その繰り返し。さあ投げ返しの吐く。投げ返しされましたね、今のは完全に。さあ吐く選手のベガが、おかしなことになった、おかしなことになった、おかしなことになった。さあさあ、名もなきバルですね、はい、名もなきさん、ナモさんですね、ナモさん、ナモさんのバルログ。ちょっとね、あの響きのいい2文字、ね、そうですね、しがちなんですよ。あの心がいいとそれにもう囚われちゃいますね。ネモみたい、ナモみたい。さあさあ爪を投げられてる。さあまず1本取ったのはハクベガ。お互い2文字ですね、名前が。そうですね。これバルログとしても結構あれなんじゃないですか、そんなに楽な組み合わせじゃない気がするんですけど、うん、確かに空中戦という意味ではかなり、お互いでも球がないんでペースがつかみにくいのかなってところですよね。どういう風に前に出ればいいのかっていう気がするけど、さあ最後カスだったって、球なし同士ってちょっとあれですよね、微妙な雰囲気出ますよね。おっと、こっからの回していくわ。あー、ダブルに切っている。裏からなんとかガードして、さあバー、これはぼちゃらしていく。さあ前取って、ヒョウだった。はい、うん、早めのヒョウ。スカイハイクロー全く見えないですからね、動きがね。スカイハイクロー、そうですね、速すぎるので、しかも削れるので、あれそうなんですよね。そう、最後の一発としてはもう絶好のね、技ですよね。読まれると厳しいですよ。さあ、ここで当たる。さあ、ヒョウバル、さあ、ヒョウモード、さあ、ヒョウモード入る。これはいけるのか。ガード下へ投げられて、投げられて裏から今度はこっちがめくり、しかしおっと、最後着地を、これは美味しい、垂直ジャンプから投げていく。あれは予想外。勝ったのはネモさんじゃないよ、名もなき。ナモさんで、ナモさん。お次は続いて、あ、俺か、ウネガエルさん。
やまさかですね、最後投げとは思わなかったっすね、今日行くのかと思ってましたよ。さあ、入っていくのはウネガエルさんのガエル。さて、ウネガエルですね。ウネ選手は、ウネ選手は結構攻めるところあるっすよ。そうですね、飛びたいですよね、結構ね。こういうあの、スラを狙ってあのめくりとかするタイプの意外とまっすぐですよね。バルログ戦とか意外と、お、投げてきた。そう、バルログこれは知ってる動きだぞ。画面端はああなってしまう。多分画面端すらイニング埋められるとソニック打てないですよね、結構。そうですね、めくりは行きたい。めくりガードですね、投げる。表だったが間違えたのか。これはうまい。さあソニックが打てる前だが表もある。さあ投げる、投げ。ちょっと高かったが投げ返せた感じもしましたよね。そうですね、あとはテラも入りましたね。ああそっか、テラためがあれば入ってました。さあヒョウ行く。わーっと誘われて。そうですね、ディフェンスがあんまり機能しないですよね。スライディングが深く、これが入る。あーっと、これ狙ってますね、完全に。ピヨッタ、さあなんだそれは。安井が入る。いやーギリギリ持ち直した。完全にミスった感じが出たが、ジャンピング大パン投げ、うん、続いてデレローさんですね。そうですね、デレローさんの竜。あれ、この2人昨日ちょっとやってましたよ。昨日ですか。うん、レッド、あー、竜との方が、はいはい、板橋の方で、はい、はい。さてはですね、両目線も上げる得意としている感じですよね。ただ、ドロップ使いの方もやっぱガイドは避けてくれないし。そうですね、大昇龍。おっと、オーバーヘッドでダブルサマー出していく。上昇的な感想を上手くなるまでは上手くなる気がします。なるほど。いや、いや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 、多分龍が有利なのはやっぱ真空だと思うんですよ。あ、だからその詰め方、真空をいかに、最初はなんかガエルの方が中継者ぐらいだったらガエルの方が有利なんじゃないかなって感じがします。詰まってくるとやっぱりこのアグリューも感じします。どっこいではないですよね、多分。おっと、よくゴブとは言われますけど。おっと、真空当てていく。これは厳しい。飛んだ、飛ぶかい、飛んだ。まあ、叫びましたね、魂の飛び。そうっすね、今飛びにかけましたね。さあ龍連戦ですね。龍2連戦ですね。続いてエクスパ龍というところで、連勝数でいうと今川島 DJ が3勝で1番。そうですね、あとはウネスバイソン、ハクベガが2勝利。多分ウネのこのガイルが勝てばまたウネも上がるんですかね。ウネガイルは2勝ですよ。はいはい、そうですね、うん、ここで勝つことができれば暫定です。さあ、さあ待ってる、めくりに来たが硬い。エクスパエクスパが硬くて、さあお互い動きがちょっと硬くなってきたぞ。うまい、中足を外す前で動きます。うまいぞ、投げる、投げ。やはりエクスパーといえばこの竜巻からの、そうですね、噛み合わない。開幕バックジャンプは負けですから。そうですね、波動打たないですね、めったに開幕。そうですね、開幕あまりにズカズカ歩かれると10回に1回ぐらいは打てるんですけど、開幕バックジャンプか。さあ、こういう的にはやっぱしっかりガードして待つのも大きいですね。
そうですね、体力差結構ありますからね。ここで暴れてくれれば美味しい。さあ、真空使わせて。こうなっちゃうとちょっとガイル側の方があれですよね、有利な感じですよね。さあリバサ昇竜が出る。中ボス大足逆転からの真空、時間がない。あれあれなんで、あれなんで今勝ってたよね。あー、ガード忘れて食らってました。ソニック体力減ってました。もうガッツポーズを作っていた。ウザービートですかね。ちょっと早かった。これがだいぶフライング気味ですね。これがどうもたらすのか、どうなるのか。結構ベイトナではフライングするんで、結構先のこともありますよね。あの先週優勝してるんですよ、エクスパーさん。あ、はいはい、なのでちょっとデイトナだとだいぶ調子がいいと。なるほど。あっと、なんかピョッとしまう。さあ3段、さあもつれ込んだ。これはエクスパーさんのおかげで。ガイルは画面端でピョッたら4段のことあるんですよね。そうですね。ただ今の体力だと3段で、ただエクスパーが竜巻をいっぱい打つよ。さあ苦しい、苦しいエクスパー。どうしたどうした、竜巻が当たっている。ただ行かない TBS。 あっと、ダイパーダイクやってしまった感じ。これ分からないですね。そうですね、ほぼイーブンになっちゃいましたね。あっと竜巻が入る。これはやばいぞ、ウネガエル。踏んでいる。うまい。あーっと、中足体育。エクスパリュー勝利。さあ、ウネガエルさん、3勝でストップですよね。2勝か。はいはいはい、すいません。ウネガエルさん2勝。さあ、モツさん。ブランカ、おっとバーチカルちゃんと溜まっている。見てからバーチカル。中ボス、中ボスやらしいですね。おっとシンク待っていた。結構シンク暴れするので一回吐かせとくのもいいかもしれないですね。わざとガードですね。そうですね。さあ、こっからブランカの見せ所。はい、誘ってますね。せめて暴れさせたところを拾っていく感じですね。これね、画面端やっぱりブランカかなり有利になりますよね。そうですね。なんかこのゲーム結構どのキャラも画面端は強いですね。特にホンダとかは。おっと、しっかり。あと当たっている。当たってしまう。中ボス、必要に中ボスを打っていく。この、そうですね、真空吐かせる。吐かせて、しかしだと体力が、あっと竜巻。これがあるんですよね。エクスパリュー勝利。続いてはスヨテルさんか。続いて入っていくのはセロテープさん。2キャラ目はセロテープ残儀ですね。やはり外すことはないメインキャラ。さあ、しかし先週はエクスパーさんに勝てなかった気がする。ただセロ様ターボで勝ったとか勝ってないとか。そうですね、この伝説の男はターボ残儀、伝説の覇者ですからね。え、ああ、ライそうですね。さあどうする、どうする。さあ体力はセロテープさんに優勢。あーっと直です。しっかりスクリューで決めていく。さすがですね、かっこいいですね。俺がセロテープだぞと言わんばかりのスクリュー。かっこいいですね。やっぱザンギかっこいいですね。そうですね、ザンギ使いはやっぱそういうところが花ありますからね。あーっと2段
勝利誘って見送ってスクリューいった、パーフェクト、ガッツポーズ、さあそしてゼロテープ残儀勝利で、続いてカーシムさん、ダルシムか、あ、クレジットが、これがダルシムだとかなりきつい、そうですね、おっ、ザンギが来た、まさかのザンギザンギだ、カーシムザンギ強いですね、そしてここで私がにっこりするという五分ですね、これこれは私のキャミーが、そうですね、次キャミーですね、どっちが勝っても連キャンジャンプ、ただダメージ差は意外と負けている、ピヨル、ピヨラしていく、あー、なんかやろうとしたが、ちょっと安かったが、オッケー、リカバりましたね、そうですね、8台 K で締めましたね、ダブラリで落とされて、これは残忍使いの意地が吸われて、高めをしっかり見てる、高めダブラリで落としていく、ピヨらせて、ピヨったのはバニーを吸われる、バニーシングルスクリュー、何が起きたんだ、今のはスクリューミスですかね、バニーが出ましたね、ちょっと早まったからしくないです、うまい、さあだ、どちらもうまい、差し合いが熱いですね、お互い残儀戦得意なんですね、そうですね、そこそこ、ね、やっぱ2人とも分かってますよね、そうですね、2人とも頭いいんで、いや結構同キャラってうまい、おっとピヨル誘っていた、やられる、しかし吸ったのはカワシム、あー走っていった、まだあるまだあるまだあるぞ、減らない、中らしい、いやードラマティックバトル、これがエンターテイナーか、まさにガチンコセメントとはまさにこのこと、シュートですね、素晴らしいですね、はい、プロレス素晴らしい、さあ最後のプレイヤーハクさん、はい、しめしめと入っていったキャミー、そうですね、さあダイヤシ壊されて、あー見られている、いやネックリボディ股間で殴られた、愛されボディですかね、愛されすぎている、さあの容赦、何もやることがナッシング状態、このまま時間だけが過ぎていくのかお見合い、お見合い状態ですね、さあさあスパイラル刺して、さあハーク選手はニュートラル状態でたっぷり余裕を持ってと思ったが、上から吸っていく、さあ膝、これは気まずい、どうする、なんとかこの、あーダイエットスクリュー、ダイエット、さあ川島ザンギ勝利立ち台パンが吸われた、あ、おっと最後のプレイヤーが終わって川島さんが連勝中なので、はい、連勝数チャレンジということで、はい、続いて、あ、ほぼ山本さんですね、頑張れ、さあこっからはどこまでカーシムさんが連勝できるのか、そうですね、というところなんですが、カーシムさんがザンギになるか DJ になるかですね、ああ、そうですね、あっとちょっと気まずい球の当たり方、しかし山本さんはザンギ戦をやっているのか、どうなんすかね、おっとこれはやばい、閉じ込められてますね、連携が、はぁー、うわー、ジャンプが速い、さあ、なんかラウンドハウス入って、さあ、ここの前を大事にしていきたいところ、この前、あー暴れて、ザンギが飛んでくる前気をつけないと、わーっと吸われる、こうなりますよね、今のはなんすかね、高めだから暗い、食らっても、なんか出してる気がしますが、ただこれがスクリー使いじゃないか、あんま分かんないでもなんかこれもあれです、あれです、ほんとゲロキスカードのはずですよ、うん、ただ難しいですよ、足で落とす、でもまあやり方は多分変えると
で似てるんじゃない。あ、球打って足で落としてみたいな。でもちょっとやっぱ硬直が違うんで。ああ、そっか。しかしこの前いやー、そうですね、中足がまあキャミーと。ああ、すごい。エクスパーさんがいてますね。エクスパーさん、ナイスアドバイス。そうですね。そう、これあのチュンリーもキャミーと同じで中足が土着速いんで、あ、これが残念にとってきつい。なるほど。あとダメージが台足と相打ちになると台足がもちろん勝つ。ああ、やばい、足がスカッと。これはこうなってしまうと高めからのスパックホーン、先見です。うん、バーン、揚げ物フィニッシュ。勝ったのは川島さん。さあ、まだ終わりませんよ。からの、あれ、あ、終わった、これで終わりか、確定したんだ。エグスパーさんの声も副音声で入れたいですよ。そうですねこれ、そうですね、 いずれちょっとエグスパーさんのそう、生解説。はい、2勝の人がたくさんいるので、3勝したのは川島さんだけ、決勝進出。はい、2勝の人が3人いる。ハクベガ、エクスパーリュー、俺は両方ガエルで。はい、ですよねー、ですよねー、当たり前やん。三つどもえ戦、三つどもえ戦、よし勝つぞー。あー、なんで俺ベガなんだろう。はい、はい、というわけで2位決めですね。2位が、2勝、同率が3人います。うねさん、うねさん、Sバイソンとガエル両方2勝だったんですが、選択してガエルということで、あとハクさん、ハクさんがキャミー、あ、ごめんなさい、嘘、ハクさんがベガですね、2勝してるのは。はい、はい、連勝するまでですね。で、この3人で連勝するまでで2位決めを締めたいと思います。2連勝ですよね。はい、はい。で、当然エクスパーさんは竜ということで、まずは 1P 側、ハクさんのベガ、 2P 側、エクスパー竜。さあ、早いところ2連勝してもらわないと時間がちょっとやばい。さあ、昇竜拳、中ゴス、なんで長州で飛んでいる。アッパーで落としていく。そう、この体力差なら待ってもいいかもしれない。さあ、竜巻にサイコが刺さった。風達にサイコが刺さる。珍しく風達しちゃいましたからね、エクスパーさん。バックジャンプで開幕ノーマルバックジャンプだったはずなのに。さあ、中ボス、これサイコ、そして投げる。エクスパー竜、まずは一勝。さあ、さあ、続いてウネガエルさん。ウネガエルさんがガイルで入って、さあ、エクスパー竜はリーチ、ウネガエルはチャレンジャーということで、ハードとソニック打っていく。しかし先ほどはこれウネガエルが勝利した組み合わせ。どうした、ソニックの出かかり、波動が刺さっている。さあ、さあ、攻めたいウネガエル、あっと投げられている。さあ、三段表から入った。さあ、裏からは昇竜、体力が逆転したか。しかしファイヤーお釣りをもらった。さあ、1本目エクスパー竜リーチですよ、これエクスパー竜セミファイナルリーチ。さあ、しかし画面端ウネガエルが押していく。意外と飛ぶな、これ意外と飛んでいく。さあ、最後アッパーで落とす。この形がいい気がするのだが、自ら飛んでいくウネガエル。
さあ、裏剣のヒットだが、昇龍が入る。さあ、いいとこ飛んだ。ナイス。おっと、危ない。今、なぜ飛んだんだ。さあ、画面端。おっと、裏回り投げ。さあ、サマーで切っていく。見えていた。ちょっと安いぞ。もう一瞬待ってもよかった。危ない。さあうねがえる勝利で、白さんうねがえるリーチ。いや、ここで白さんが勝てばエクスパーさんまたもう一回チャンスがあるんで、白さんを応援してください。エクスパーさんは白さんを応援してください。2コンボフィニッシュ。さあ、決勝は川島さん、残業を選んでいる。なるほど。さあ、これうねがいるだと。さあ、裏からソニック、裏剣、裏剣、なんと相打ち OK。 さあ、リーチをかけたのはうねがいる。さあ、投げる。アッパーで落としていく。おっと、おっと、すべては見えている。しかしそうはいかない。カニで追いかける白ベガ。あーっと、見切られた。ナイトメアも見切られていた。さあ、2ヒットコンボで、セミファイナルはうねがえる。さあ、決勝はじゃあ、カシムザンギさんとうねがえるさんの3先ということで、カシムさんの方が連勝数多いんで、おっと、カシムさんが紳士的に自ら 1P に行った。いいのか。マメプだぞ。2回勝った、連続で勝ったから。さあ、ファイナル決勝戦、ウネガエル対、カシムザンギ。 1P 側がカシムザンギですね。 2P 側はウネガエル。さあ、これザンギが近づかないと厳しい組み合わせだが、さあだいぶ厳しい。これはソニックだけでも厳しいんじゃないか、ザンギ側としては。あれ、画面端やばいぞこれ。安全、安全重ね。まだあるぞ、まだあるが、走っていく。3段がきっちり決まる。さあ、上から、おっと、合わせられる。危なかった。さあ、1-1で、これ影縫いもしてるってことですね。影縫いしてますね。なるほど。さあ、おっ、簡単には吸わせない。しかし、カラジャンから吸った。カラダイエットだったか。さあ、危ない、危ない。これ根性値ですよね、多分ね。おっと、さあ、飛びが落ちてないですね。どうしたんだ、ウネガエル。さあ、ごめんなさい、1試合目はカシムザンギ。さあ、2試合目、3先ですよ、3先。皆さん大丈夫ですか。さあ、2試合目、仕切り直しはうまくいくのか。基本的にガインがソニックをまず画面に設置する。そのザンギがどうかいくぐるか、はい、ミスらなければ、ザンギ側は結構やばいんですが、
ダイブがミスらなければ。なるほど、今が一番やばいパターン。2ヒット、そうですね、はい、ただあれをやるとためがなくなるので、はいはいはい、次があると、はい、おっと落ちていない。相打ち OK でダブル KO、 無理やり2回取りましたね。そうですね、リフトアッパーはかなり引きつけて、相打ち取るのはそもそもできるんですが、一方がちょっと寄っている。4段、きっちり4段入れていく。さあここから対応見せらなければかなり暗い投げ有利。さあ1ラウンド取っていった。あ、2ラウンド目ですね。ダブル KO でした。あのそばと結構難しいですね、残業の対応は。これあれですね、連続ジャンプされたらガードせずにきっちり落とさないとダメなんですね。ライル側はガードだけは最悪の。そうですよね、はい、ガードしたら死にますからね。はい、フェミをガードするということはサマーが溜まってなくて、かつスクリュー前にってことですよね、はい、最低ですね。逆に言うとザンキーはそれをメインで狙っているんですが、そうですよね、誘っている。あーっとダイエットスクリュー、さあ取り返していく川島ザンギー。あるんですが、相打ちになりやすいリフトアッパーなどで少しだけ落として次のショックを重ねる。そうですよね、相打ちでも落とさないといけないですもんね、絶対に、はい、一本負けだったらまだ暗い投げって選択肢が出てきますよね、高さ次第では。難しいですね。あ、そっか、スクリューだと。そっか、コマンド投げですよね。上がりがどうこうってことじゃなくて、間合いの関係で当たって落ちてもまだガイルの投げ前の外に落ちるようにがザンギ側は飛べばいいので。うん、なるほど、はい、ただ近いと思ったらば暗い投げも選択肢に入ります。さあ、2ラウンド選手、あ、2試合選手してる中、カーシムザンギ。さあファイナルの3ラウンド目、おっとサマーが出てないのか。サマーも変わってないと。でもソニックいってるところは当然出ませんよね、飛んでも。そうですよね、はい、なんか全然落ちてない気がするわ。魂の飛びどころがいいのもあるんですが、はい、あっとバニシングから吸っていく。またしても今のはダイエットというテクニックですね。リフトアッパーに当たらないように体を小さくしてキックで飛ぶやつですよね。そうです、斜めジャンプ、あれ一瞬ですからね。そうですね、相手が強い場所一瞬なので、そこに相手のリフトアッパーがドンピシャでないと、ですが決まれば効果絶大。怪しい。さあ2発上から、ちょっと早かった、っおっと、ボッタチ回転足払いの回転目にドンピシャで汗としましたね。走っていく。さあ川島ザンギアリーチだぞ。さあ生きているか。うわっ、死んだ。ストレート、垂直ジャンプをきっちり吸っていった。いやー、冷戦はロシアが制してしまった。おめでとうございます。歴史が変わっている。これ良くないですね。じゃあ川島さん一言をいただいていいでしょうか。はい、第112回四季の細道優勝川島さんでした。川島ザンギさんでした。ありがとうございます。おめでとうございます、ね、スローさんがね、はい、負けたのがいけなかったのかな。そういうことですね。同キャラで完全に負け試合でしたからね。勝ち角逃した。なるほど、俺はただレバーぐるぐるやって、あ、なるほど、ボタンをこすってる。逆にファイナルをね。そうそう、そうですよね。あそこはね、もう全然セロさんが読まれてて、またセロテープさん、エンターテイナーですからね。いや、大丈夫です。あ、そうか、セロさん行くんで、ね、あれ、今日出発なんですか。あ、なるほど、歩いて行くんでしたっけ。あ、なるほど、ギマニアか。今日では向こうに泊まる。移動みたいですね。何人から行くみたいですか。そうですね、いいですね、楽しそうだね。
そうですね、楽しそうでいいですよね。電車もいいんですけど、まあ、車はね、みんなでワイヤーだしね。そう、そうですね。いやー、そっか。これか。まあでも、明日、あれですよ、NVC 西日暮里 VS もあるんで、はい、担当もイベントありますし、スペースシャトルですよね。あれスペースシャトルってあの塩なんでしょ、塩釜、あれ読み方僕も分かってないですけど愛知県ですよね。違うかもしれない。あごめんなさいね、地元の方申し訳ないです、ちょっと読めてません。塩釜口でいいですか。あなるほど、ちょっとね聞き慣れない地名ですよね、初めて聞いた。当日って何人ぐらい出れるんですか。あ、当日予選がまた別にあるんで、エントリー数決まってるんですか。はい。あ、トータル何人ぐらい予選出れるんですか。あ、なるほど、制限はない、エントリーさえすれば。その決勝トーナメントっていうのは何、8人。あ、決勝は8人。あ、はいはい、結構読みすぐりで、うん、やる。もうすごいメンバーですよね。動画映えする皆さん行くんですよね、当然。何名か行く人は聞いてますけど、行くんですよ、ね、あ、なるほど、ゆる君が出発したと。なるほど、どうしますか、今だと5時間ぐらい。そんなに遠くもないですよね、名古屋だと。今400キロぐらい。あ、でも静岡長いですからね、結構あると思いますよ。しいですけど、運転する方はね、ちょっと辛いと思うんで気をつけてください。交代で行くのかな。そうですね、途中休憩しながら、ぐらぐらしながら。そうですね、事故とか気をつけてもらいたいですよね、ほんと気を引き締めて。さあ、そういうわけでの試合はハッくんですね、ハッくんのベガとキネくんのガイル、メガルということですね。はい、さあ、今日は俺はザンギで遊びましたが、あれ、カシムさん久々ですよね。そうですね、最近見かけてないですよ。そうそう、まあ、先週はあの、そうですね、二輪じゃ厳しい、雨が降ってたのかな。そうですよね、はい、しばらく会ってない気がしたんで、あれと思って、はい、あのしばらく休んだら指、俺ザンギやるんで、はい、指のこう爪が欠けたりします。あー、今日絶好調です。今日絶好調で、はい、あー、そうですよね、ファイナル決めてましたからね。そうそう、毎週ね、ほぼ週4ぐらいでやったの。爪ないじゃないですか。爪なくなっちゃいますよね。あー、そうですよね、いますよね、うん、ボタンを強く押す人は、ね、結構指を痛めがちなので、痛めた時はおとなしく休養を取る。そうですよね、休養が一番。はい、じゃあとりあえずあとはの試合ということで、じゃあ明日の名古屋に参加される方はどうぞお気をつけて。はい、行ってらっしゃいませ。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。Round three.
Fire out!
Yeah.
Fight!
Round one.
ン愛Round
Round two, fight! Sonic Boom!
Thank you.
Ugh!